こんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはこちらでございます。ドーン、来ましたよ。これです、これです。衝動 X 仮面ライダー11でございます。はい、ということでね、食玩売り場でね、衝動と同じく仮面ライダーのね、食玩フィギュアを盛り上げていってくれてる、素晴らしいシリーズ、衝動シリーズ、そのパワーアップバージョンというべきですかね、 X の、11弾でございます。もうね、衝動 X シリーズも11弾までいきました。長いシリーズになりましたよね。本当にね、高クオリティで、しかも衝動と違って一箱で完成してしまうという強い点があるんでね、非常にね、買ってから遊びやすいという点もあるんでね、衝動とはまた違った客層の方々がね、楽しんでいるのかななんていうイメージもあります。ということでね、この11弾、ラインナップがね、なかなか面白いんですよ。で、外箱をね、一つ一つ紹介しながらラインナップ紹介して、見立ての方を完了した、完成品、一気に紹介していきたいなと思います。早速目の前にある1番から紹介していきたいと思います。1番、仮面ライダーエグゼイド、アクションゲーマーレベル2でございます。そうです。衝動シリーズ、まさかのエグゼイドが参戦しました。っていうのはね、衝動シリーズ、まあサイズ感はちょっと違うだけなんですけど、この衝動シリーズが始まったのは仮面ライダーエグゼイドなんですよ。だからね、やっぱ被せないためにエグゼイドはなかなか商品化しないのかなと思ってたんですが、なんかね、結構やっぱアンケートの人気も高かったようで、ついに衝動で出てしまいました仮面ライダーエグゼイド。すごいですね。やっぱりエグゼイドの人気っていうのはなかなかね、不滅だーっていう感じですよね。いやー、本当に嬉しいですね。こうやってエグゼイドが人気っていうのも、本当私も大好きなシリーズなので。それではね、外箱紹介していきます。正面は、コンティニューでクリアしてやるぜですね。で、上はこのようになっております。はい、ここもこのようになっていますね。はい、反対側、おー、あ、言った通りのセリフが書いてますね。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。ポーズもこれですよね。手首もね、ほんと表情豊かでいいですね。当時の衝動ではね、表現しきれなかった手首の表情パーツ、これがあるのがやっぱり差別化ができてて大きいですよね。あとこのサンプルで見ると、このピンクのね、カラーリングも非常に楽しみですね。いや、こことかすごいリアルじゃないですか。楽しみですよね。はい、ということで、1番、仮面ライダーエグゼイド、アクションゲーマーレベル2でございました。2番、仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベルダブル XR でございます。はい、仮面ライダーエグゼイドね、絶対、逃すことのできないキャラクターですよね。要はパラドですよね。パラドの方のダブル X、 こちらも商品化されました。はい、上はこのようになっております。横もね、同じくなっていて、後ろ、はい。あ、変身音なんですね、セリフの部分は。あとね、衝動と違ったこのカラーリングのレベルの高さとか、そういう部分もちょっと注目してレビューしていきたいななんて思っております。非常に楽しみです。いいですね。はい。ということで、パラドの方は以上で、次は3番、仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベルダブル XL でございます。要は M の方ですよね。はい、こちらもね、やっぱ R が出たら L も出ないとねっていうことですよね。はい、一気にね、 R と L 商品化してくれてるんで、俺買うときはセットで買わないともったいないですね。横はこのようになっていて、上はこのようになっております。後ろもこのようになっております。はい、あ、さっきのね、箱と合わせて、ダブル R、 俺がお前で、お前が俺で、 We are mighty mighty brothers ダブル X ってことですよね。はい、よく考えられてますね、箱のデザインも。こちらもね、カラーリングとか表情パーツとかも楽しみにしております。はい、ということでね、続きまして4番、もちろんですよ、衝動といえば昭和ライダー、はい、ライダーマン、ついに衝動 X で登場でございます。私もね、本当楽しみにしていました。本当に実はね、去年の誕生日プレゼントで、いつもね、動画応援してくださる方から、V3 と X いただいてね、いや、もうライダーマンも欲しいなってずっと思ってたんで、ついに商品化してくれて嬉しかったです。はい、ということでね、横の箱はこのようになっていて、上はこのようになっております。後ろは、はい、このようになっております。そうですね、口の造形も楽しみですね。で、別売りのね、パーツセットで、スイングアーム、パワーアーム、ドリルアーム、カマーム、こちらも再現できるということで、いやー、楽しみですね。はい、
続きまして5番ライダーマンマシン A サイドでございます。はい、衝動 X シリーズといえばやっぱりマシンも商品化されるっていうのが一つの魅力なんですよね。しかも衝動とは違ったかなりディティールが凝っていて細かい作りになっているんですよ。だからねやっぱり衝動シリーズ買う上でバイク忘れるのはもったいないななんて個人的には思っております。さすがにね500円だけで一つのバイク完成するにはねクオリティが高すぎるんで A と B で分かれていることで、続きまして6番ですよね、ライダーマンマシン B セット、こちらを合わせて一つのねこの写真に写ってるマシンが完成するということでございます。白はね同じこのようになっております。はい、続きまして最後7番拡張パーツセット、ライダーマンの方でも紹介しました、武器などがね基本的にこちらに入っているということでパッケージの通りにね上はこのようになっていて、横は同じく後ろはこのようになっております。拡張パーツセットね、箱の方で確認できるので一気に確認していきましょう。はい、エグゼードレベル2といえばガシャコンブレーカー、ブレードモード、ハンマーモード両方ともついていますね。エグゼードダブルアクションゲーマー用にはガシャコンキースラッシャー、ガシャコンキースラッシャー2つついております。ね実際にテレビシリーズで必殺技の瞬間だけ、キースラッシャー2つ使っていたんですが、戦闘シーンではパラダの方がキースラッシャーを持ってて、そして M の方がねこのブレードモードガシャコンブレーカーこちら使ったりしていたので、遊びに応じてね普通に持たせるのはガシャコンブレーカーでも WX は問題ないと思います。ぜひね参考にしてみてください。そしてライダーマン用のそれぞれのアームがついております。皆さんご存知のロープアーム、そしてスイングアーム、パワーアーム、そしてカマアーム、ドリルアーム、それぞれついておりますね。はい、ということでねこれ一つでライダーマンも一気に楽しむことができるということで、エグゼード買った方もライダーマン買った方もぜひねこの拡張パーツセット買うのを忘れないようにしてみてください。はい、ということで、一気にね全種類紹介させていただきました。それでは組み立てね、でエグゼードの方では貼り付けがあるので組み立て貼り付けの方をして、完成品の方、一つ一つ紹介していきたいなと思います。はい、ということで、全7種類組み立て貼り付けの方完了いたしましたので、それでは一つ一つ完成品の方紹介していきたいと思います。まずはね1番仮面ライダーエグゼードアクションゲーマーレベル2でございます。ついにね衝動でもエグゼードを楽しむことができる日が来てしまいました。私ね衝動の仮面ライダーエグゼード、もちろん初代衝動ストップモーションジェネレーションズをご覧の方は分かる通り、全種類集めておりますということなんでね、衝動とこの衝動どんな違いがあって、どのようなねいい点があるのかっていうのもねしっかり確認していきたいなと思います。まずねもちろんですがシールがもうほぼないという点がね一番にすごい点というべきではないでしょうか。やっぱりこの一番のね仮面ライダーエグゼード、シール貼り付けたところはこのもうライダーゲージだけです。こちらの胸のライダーゲージ、さすがにねこれをプリントで再現することは絶対にっていうわけじゃないですけど、食玩フィギュアでは不可能かなと思っていたので、こういう風にシールでしっかり再現してくれました。やっぱり印刷でちょっと全然違うなってデザインになってしまうよりかはシールでしっかり劇中通りになるっていうのが一番いいかなとは思います。はい、シールの箇所がまさにこの胸のライダーゲージだけで、他は全て塗装なんですよ。さすが衝動ですね。ここはねやっぱ衝動シリーズとのこの大きな差別化、シールがほぼないという点は、遊びやすい点でいいですよね。ということでね、基本的にはやっぱ衝動 X シリーズなので、もちろん引き出し関節がエグゼード実装されていて、バリバリ動きます。当時のね衝動シリーズのエグゼードではなかった腰のこのボールジョイント、これもしっかりね今回衝動いつも通り実装してくれてるんで、この腰回りのこのなんていうでしょう、絶妙な動き、しっかりポージングして楽しむことができるっていう点はね、もう間違いなく衝動に勝っている点ですよね。あとこの表情のあるこの手首、これもね当時の衝動では今でこそありますが、まだ実装されていなかったのでね、いやこれも嬉しい点なのではないでしょうか。こういうね細かいノーコンティニューでクリアしてやるぜっていう手首ね、これあるのはやっぱ嬉しいですよ。ということでね、この点がねすごいなって思う点ではあるのですが、ピンクのメタリックピンクのこのカラーリング、これも綺麗に再現してくれているんですよ。綺麗ですよね。で銀の部分もとても綺麗ですし、で当時のね衝動のエグゼードはそのレベル1とね後ろのこの顔のパーツを共用していたのでちょっと大きいんですよやっぱり。でも今回もうレベル2だけでの商品化なので、この衝動 X のエグゼードはしっかり後ろのねレベル1の顔小さく収まってくれているんで、プロポーションが非常に綺麗です。さすがとしか言いようがないですね。ここは
衝動でね、やむを得ずこの部分はこうなっていたっていう部分も、衝動ではもう一体のフィギュアとして完成するように作られているんで、プロポーションの方はバッチリですね。はい、もちろんね、あのゲーマドライバー単色ではあるものの、しっかり造形されていますキメイザスロットホルダーもバッチリです。ということでね、1番仮面ライダーエグゼイド、アクションゲーマーレベル2でございました。本当にね、いいですね。めちゃくちゃいい商品だと思います。そしてね、もうポージングかっこいいの決めちゃってるんですが、一気に紹介しちゃいたいと思います。2番3番、パラドと M ですね。 WXR、WXL です。まずね、パラドの方をね紹介しちゃいたいと思います。エグゼイドレベル2と違って、しっかりね、あの特徴的な髪型だったり、あと顔のね、この半分になってるパーツもしっかり再現されております。で、もちろん、こちらね、WX は、M の方も同じく、この胸周りがシールとなっております。そしてね、一気にあの拡張パーツセットの、ガシャコンキースラッシャーも出しております。で、 M の方には、ガシャコンブレイカーブレードモードも出しております。はい、このようにね持たすことで、劇中通りのね、この2人で並んで戦っているポージングしっかり再現することができるんですよ。これをね、やっぱり片方だけ買ってしまうというのは非常にもったいないんで、WX ね、片方欲しいなって方はもう一気に両方とも買うことをお勧めいたします。ということでね、しっかりこのメタリックオレンジ、あのパラドの方しきれいに再現されております。やっぱりソードの頃は成型色だったりしたので、この辺ね、しっかりメタリックになってるっていうのは非常に大きいんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっとね、あの造形惜しいなって思う点があるとしたら、ここですね。M の方も同様なんですが、この顔がついてるパーツの方のこの二の腕部分でちょっと機械っぽいデザインになってるんですよ。これはね、ちょっとレベル2の方を流用してしまって、この部分こだわるの忘れてしまったのかななんて個人的に思うんで、欲しいなって思う点はそこです。ここはもうね、あの忘れないように改善してほしいなって思う点ではございます。とはいえどね、ここは隠れるので、あの普通に今 WX のフィギュアが欲しいっていう方はぜひおすすめの一品です。ぜひね、M とパラと一緒に飾ってあげてほしいななんて思います。もうね、ほとんど紹介したんですが、同じく M の方、L の方紹介したいと思います。はい、ガシャコンブレーカーもこのように持って、サイズ感もぴったり、ちょっとちっちゃかったりすることもなく、しっかり、バランスの取れたサイズ感となっております。 A と B の部分が一応シールになっていますね。で、シールの部分も R 同様、胸の部分が、こちらね、M の方シールとなっております。こちらもメタリックブルー、綺麗に塗装されております。表情パーツの手首もしっかりついているんでね、これだけのポーズじゃなくて2人でクリアしてやるぜって、平成ジェネレーションズですね、初代のあのシーンとかもね再現するのもいいんじゃないかななんて思っております。はい、ということでね、M とパラド紹介させていただきました。それでは4番ライダーマンでございます。実はちょっとね、お知らせしなければならないことがある。不良品を引いてしまいました。ちょっとね、私としても非常に残念なのですが、本当ライダーマン楽しみにしてて、マスクの部分の塗装がねずれてしまってるんですよ。鼻の部分まで見てください、これ真っ黒になっちゃってるんですよね。で、顎の下の部分まで肌色になっちゃって、こちらね、一応バンダイさんの方に連絡して、これは交換対象になりますかっていうことで連絡すると、無償で交換する対象になりますよということだったので、新品の方、また、顔のパーツ送ってくれるということなんで、しばらくね、2週間ぐらいかかるのかな、それぐらいしてから多分、マスクパーツ届いて、で、綺麗なパーツに取り替えるんで、今回のレビューではね、ちょっとこの不良品のままになってしまうんですが、これを紹介していきたいと思います。はい。先に断りもね、入れさせていただいたんですが、ライダーマン。当時のね、衝動部 VS のバージョンではなく、しっかりね、衝動 X 仕様なので、引き出し関節が実装されています。ということなんでね、ポージングの幅も非常に広がります。で、個人的にちょっと気になったのが、あれなんですよね、銀のこのグローブとブーツ。これね、バーサスの時はしっかり銀だったんですけど、ちょっとネズミ色っぽいと言ったらいいんでしょうか。銀というよりはちょっと灰色っぽい、カラーリング。ホワイトパールがかってるのかなっていう感じもするんですが、ちょっとね、銀のカラーリングが抑え気味になっているようです。個人的にちょっとそこは気になったかなっていうポイントではあるんですが、ちょっとマスクの方は不良品で申し訳ないんですが、しっかりね、メタリックレッド、目の部分は塗装されていて、綺麗ですね。やっぱりちょっと全体的に銀のカラーリングが、変更になっているようで、ここはどうしたのかななんて個人的には思ったりするんですが、まあまあ、なんて言うんでしょう。ライダーマン登場して、やっぱ当時のその昭和のスーツってすごく劣化しやすかったみたいで、
ボロボロ落ちたり、ちょっと、なんて言うんでしょう、剥げたりする感じもあったんで、最近、オールライダーで登場したりするライダーマンはやっぱ綺麗だったりするんですけど、やっぱ当時のやつってちょっとくすんだ感じだったり、汚れた感じも非常に多い感じだったんで、やっぱそれも含めて綺麗な銀にするよりはっていう感じの、方針に変えちゃったんですかね。個人的にちょっとここは気になるなっていう点ではあるんですが、やっぱライダーマンのね、食玩フィギュアが、今ね、こうやって、売り場に並ぶっていうのは非常に嬉しいことなんで、迷わず購入させていただきました。しっかりね、ライダーマン、カラーリング、マフラーの部分は別パーツになっていて、で、アンテナ部分も間質パーツで折れないようになっています。で、胸パーツもしっかり塗り分けができております。ということなんで、ちょっと銀のカラーリングは気になるものの、なかなかいいクオリティではないかなとは思っております。そして、5番、6番を使って完成するライダーマンマシンでございます。はい、こちらね、やっぱり衝動シリーズ買う上でこのマシンっていう商品化嬉しいことなんですよ。でなんですけど、やっぱりね、皆さん、これは思うことかもしれませんが、なかなかね、作るの大変なんです。ただね、作るの難しいんですが、完成させたらこんなにかっこいい、こんな精密な、こんなとこもしっかり肉抜きされてて、綺麗なこのマシンがね、1000円で作ることができるっていうのはね、本当にバイクマニアの方からしても、非常に気になる一品なんじゃないかなって個人的には思います。で、このライダーマンマシンね、本当はここに鈴木って書いてるんですけど、やっぱメーカー名なんで、そこは、造形というか、デザインできなかったのかななんて個人的には思ったりもするんですが、いやでもね、本当に勇気ジョージ変身前もね、このマシンを乗っているんですよ。だからね、普通のバイクファンにもおすすめできる、一品ですよね。仮面ライダーのことあんまり知らないという方も、このマシンの模型という意味でも、購入してみるのはいいんじゃないかなって個人的には思います。そこからね、またライダーマン知ってもらって仮面ライダーシリーズ見ていってくれたら嬉しいななんて思うんですけど、非常にね、作った感想、やっぱ折れやすいパーツとかも多いんで、慎重に作ってほしいです。ここ、ランプの部分を差し込むの非常に難しかったんで、折れないようにゆっくりゆっくり、こう差し込んであげてください。後ろの部分も同様に難しかったですけどね。はい。で、このパイプの部分ですよね。このあたりも非常に難しかったです。バイクは精密な分、作るのは難しいんですが、なかなかこうやって食玩で商品化されるっていうのは、今後多分、生きていってもなかなかないんじゃないかなって、もうこのチャンスを逃すとなかなか出会えないんじゃないかなって思ってるんで、ぜひね、迷ってる方は、購入してみてください。しかもね、ライダーマンマシン、各アソート1なので、もしね、出会ったタイミングがあったら、もう、買ってしまってもいいんじゃないかなって個人的には思っております。はい、ということでね、全種類紹介させていただきました。皆さんね、お気に入りのラインナップは何でしょうか。やっぱりね、爆発的な人気を持ち続けるこの平成ライダーのこのエグゼード。こっからね、衝動シリーズ買ってみるっていうのも絶対いいですし、昭和ライダーファン、引き続き集めてる方は、このライダーマンね、やっぱ引き出し関節ついてるっていうのも大きいんで、ここで購入して、あとライダーマンマシンも購入して、伝説の七人ライダーが今回揃うということで、これで最後の一かけらをね、忘れずに購入してほしいななんて思ったりもします。ちょっとライダーマンのね、不良品の件に関しては本当に残念なんで、またね、バンダイさん、素晴らしい対応してくださったので、無事にね、かっこいいヘッドが届いたら、ちょっとね、報告動画みたいなのも投稿しようかなと思っております。その時にね、バンダイさんに連絡の仕方とか、このように対応してくれますよっていう方法もね、皆さんにお伝えできたらなと思います。はい。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。